Ogasawara 家は清和天皇を始祖とする清和源氏の家系で、新田三郎義満の孫にあたる鏡次郎東光の次男、桃手式、草地師式を交渉整備して行ってきた。その後歴代同等を守り、徳川時代に入り17代嗣直は徳川家康に招かれ、徳川秀忠の旧法師範となり、御維新まで高家として幕府の旧馬古実の師範となりました。現在31世小笠原清忠先生に伝えられております。
Thank you.